はいどうも、レギャルンです。今回の会場、ファンミのね、最終戦ということで、私は、1日目の、ね、夜公演だけ参加になるんですけども、ちょうど会場前に来ております。で、今昼公演の、入場が始まってるのかな。なんかだいぶちょっとここかけててね、撮影の方できてるんですけども、すごい人数です。言ってアゼリアファンミいろいろな会場見てきたんですけども、その中でもやっぱり一番大きいしに、やっぱりね、お客さんの数がまずすごい。それにまず圧巻しておるわけなんですけどもね。いや、昨日自分前夜祭でだいぶ優勝できたので、まあ今回の夜公演でもちょっと全力でね、高まって、まあ事前の動画でも述べた通り、まあ皆様の、まあ行けなかった皆様とかもたくさんいらっしゃると思いますし、やっぱりもう片方の公演という方もいますので、やっぱりまあそういう方の分までちょっと全力でね、楽しんでいこうかなと思っております。さすがですが、アゼリア優勝おめでとうございます。イエーイイエーイ、アゼリア、はい、というわけで、ファンミーティング、ユニット対抗戦も、終了しましたね。はい、無事終了して、まあ我々取り込み党が応援するアゼリアが、アゼリアが優勝するという形になって、終わりましたね。いや、海外旅行ですか、アゼリア海外旅行行けるのかな。うん、いや素晴らしい。どこ行って、まあイタリアとかじゃないんかなとか思いつつなんですけどね。はい、まあ、今回はちょっと、ファンミの、まあ、総まとめといいますか、まあ、今回の東京公演で、まあ、ちょっと出来事だったりとかを、まあ、ちょっとピックアップして、ちょっとこうでね、こう語らせていただければなと思い、動画の方を撮らさせていただいております。まず最初に、今回の東京公演でですね、現地で、たくさんの方にね、あとエンカウントさせていただくことができました。1日目のちょっと、1日目じゃねえわ、前夜祭の方はね、ちょっとだけ、まあ皆さんに公表してないかった部分もあって、ちょっとコソコソっとフードかぶってコソコソって言ってたんですけど、はい、1日目の、夜公演の、まあ、1日目はね、3月2日かな、3月2日に関しては一応お昼ぐらいからね、夜公演やったんで、だいぶ時間が長かったんでね、ちょっといろんな方と、演歌させていただいて、まあ、お写真とかも撮らさせていただいて、で結構もう公演始まるギリギリまで結構ね、たくさんの方と、ちょっとお話をちょっとゆっくりね、お話しする機会ができたんじゃないかなと今回思いましてですね。で、まあ、たくさんのね、今回も、提供品の方を、いただきました。まあ、一応まあ僕のなんか誕生日プレゼントも、込めてるっていう方が何人かいらっしゃって、本当にありがとうございます。私嬉しい気持ちでいっぱいでございます。一応まあいただいたものに関してはちょっとお写真でね、ちょっとバッてここに載させていただきます。さらにまあお手紙もね、何通かいただきまして、もう全て読まさせていただきました。本当に心のこもったメッセージ、たくさんの方々にね、まあ、いただきまして、改めまして本当にありがとうございますということを伝えさせていただきます。こちらからはね、ファミの、感想を、ちょっと述べさせていただきたいなと思います。ね、実際僕まあ先ほども言わせてもらった通り、前夜祭と、1日目夜現地、参加させていただいたんですけど、うまいことね、まあちょっとどちらもアリーナ席の方を、お呼ばれさせていただきましてですね。僕の親友がおって、で、その子がなんかもうなんか前夜祭余ってるからキーやみたいな感じで言ってくれて、ああ、もうありがとうつって、それでまあちょっとお呼ばれさせていただいた形になります。当初、その予定はなかったんですけど、まあ結構急に、まあちょっと、俺、実は空いてんねんっていうことでちょっと入れさせてもらった、まあ、キーになるんですけど、そのアリーナ席がね、A ブロックの、A1 ブロックか。A1 ブロックの2列目ってことですよ。まあ、A1 ブロックの2列目って言っても、まあ、実際アリーナ席なんて、当日ね、見ないと、どこが A ブロックなんかもわからないじゃないですか。で、まあ、それが奇跡的に A ブロックがもう一番前で、で、A1 ブロックが、まあ、一番角にはなるんですけど、で、それの2列目やったんですよ。だからもうステージあったら、ステージの、左端っこの目の前やったわけなんですよ。で、いや、これエグいぞってなったわけなんですけども、まあ、実際、で、まあ、前夜祭はね、ほぼほぼ、まあ、何するんかなと思ったんですけど、まあ、ほんまに、まあ、トーク中心の、まあ、
パートがまあ多くて、まあ最終的にまあホップして一曲だけちょっとライブしたんですけどね。うん。でまあそこが優勝やったよ。まあとりあえずまあ言うてまあ一応二列目や言うても一番端っこやから、あまりキャストがこう、うん、左に寄るっていう機会が、まあなかったんですよ。でも全然普通に近かったから、いやもうすげえもう優勝や、もうありがとうって言って、その親友にね、ちょっと話してたんですけど、最後の最後ですよ。それこそホップステの楽曲の時に、うん、曲始まって、バッてキャストがね、横に一列に、まあフォースの下りでもされたんですけど、横一列に並び出すんですよ。で、A メロ、ずっとスワは目の前で踊ってくれてて、またこのパターン来た、やったーってなって、もうめちゃくちゃ可愛かったです。もう それ以上する。でわーって、A メロ終わってかけていって、次A メロじゃねえ、 A パートな。で次まあ2番ね、 B パート来るじゃないですか。で B パート誰が来るのかなと思ったら、フリリンが目の前に来た。めっちゃ可愛いってなって、でももうそこの時点でもう優勝してるんですよ。もうほぼほぼずっと歌ってくれとって、うん、でも可愛いしさ、もう頑張れと言いながらフリに来たからな。いやもうほんまめちゃくちゃ可愛かったのと、はい、でまあその後ですよ。その後まあなんか今回の公演ありがとうございましたってことで挨拶しに行こうっていうことで、まあいつものくだりですわ。左行って右行って真ん中で挨拶して終わるみたいな、うん、それでまあ一発目左寄ってきてくれたんですよ、全員が。まあその時点で優勝なんですよ。めちゃくちゃ近いし、えぐっと思って、でまあちょっとこうね、さまざまなキャストさん、まあ特にお座からもちょっとレスポンスもいただきましたし、いやもうめちゃくちゃもう優勝してる。でもたまたまね、目の前に、いてはった、方がね、たまたま僕の視聴者さんが目の前にまあいてはって、でめちゃくちゃスワーをしてる人で、まあ俺もめちゃくちゃスワーをしてて、二人でもう、わやばいっすねやばいっすね言うてめっちゃ優勝してたっていう話、うん、で、ありがとうございましたって言い終わった後に、一番左に、アイニャがおったんですよ。で俺、わでもこれだけ言っとかなあかんって思って、アイニャに、アイニャおかえりって言ったらね、アイニャこっち見てくれたんですよね。でもそれだけでももう、うん、そう見てくれたっていうか気づいてくれたんですよ。結構なんかおかえりってなんかそのタイミングで言ったの俺だけやったから、うん、でなんか気づいてくれて、いやもうなんかもうで、ああもうそれが言えて、もう一番それが言えてよかった。うん、アイニャ、そう、前夜祭が、久しぶりのバッて出てきたことやったから、でもそれが伝えれて、もう本当に僕は嬉しかったです。でまあだいぶ早口になって申し訳ないんですけど、本ちゃんね、僕は参加した1日目の夜公演、うん、もう最高でしたね。もうまず瀬戸利からもうぶち上がりでした。まあ席としてはまあ一応アリーナ席やったんですけど、 L ブロックでだいぶ後ろの方やったんで、まあ別にそのキャストさんとのまあレスポンスみたいな、なんかそういうなんかめっちゃ優勝したっていうのはなかったんですけど、もう瀬戸利が優勝できたからもうめちゃくちゃ楽しかった。もう僕的にはもうほんまにもう最高やった。うん、あとやっぱりこう、うん、全ユニットの楽曲をいっぺんに聴けるってさ、もうほぼほぼちゃんとしたライブやで。うん、もうだからもうめっちゃ贅沢やって。でも、まあ、いきなりね、その、まあ、順番も順番なわけよ。そう、いきなりギルキス、うん、ギルキス、いきなり1日目やからね、ストロベリートラッパーから来てる。ストロベリートラッパーでもうあんなもんだって、うん、いや実際俺ストトラだから、実際マジモン見んの初めてちゃうかな。うん、多分あれだってファーストしかやってなくないですか。あれサードやってないよな多分。うん、いやだからマジモンみんな初めてなんちゃうかな。ストトラビヤーン来て、うわー言うて、いやもう、しかもあれや、もう前 BGM もめっちゃかっこいいしさ、でドゥードゥッドゥンドゥードゥッドゥンってやつ、あれ、うん、そう、あれ初めて聞いてもね。うん、ギルキスはまだ聞いたことなかったからさ、いけてなかったんで、うん、めっちゃかっこよかったりとか、もうその時点でもうめっちゃぶち上がるやん。うん、でもうナレーションも、うん、もうめっちゃかっこいいの入っててぶち上がるやん。うん、でもうね、ストトラうわー言って、その後にね、うわ、もう2曲目あるんか、お2曲目あれなんやろ、でててれギルティーアイズフィーバーってなって、もうぶち上がりですよ。もうぶち上がりですよ。もうギルティ、もうそのセトリやばいから。え、じゃあ何次誰来る。シャロン、ボーン来た。うわ、シャロン来た。おい、シャロン、何来る。まあでもこの流れで言ったら、
デイデイデイ、おーい、デイデイデイ、いいね、いいね。こう流れてきたら、いや、そう、シャロンがその次にブルーレイ曲で来るんかなと思って、海岸通りやったんですよね。海岸通りで、うん、そうそう、海岸通り、そうか、あれ考えてみたら、そうか、BD 曲じゃないねんか。そうやな。うん、海岸通り来て、おー、これちょっと、セトリ読めへんやんけってなって、まあ、最後に来るのは決まってるわけじゃない。まあ、アゼリア。バーンってきて、もう、やばい、もう最後にもう俺の鳥持ってこやんとってやばいやんってなって、一曲目なんや、もうなんでもいいですけど、僕的には、トリコリコプリーズが、やっぱ聞きたいです。もう全、いろんなとこ行って、各地方行って、トリコリコプリーズ、全部当たってるんですよ、自分。うん。でも、ここの最後の最後、東京公演でトリコリコプリーズってやったら、もう、ビジョン終わった後に、てん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 ってなって、もう泣きました俺。そう、多分トリコリコプリーズで泣く人っておる？いやほんまにもう俺好きすぎてね、もういやもうね、もうマジでもううわっってなった後にもうずっと俺こうやって信じてるって歌ってんのに、もうもう無理、もうほんまもう待ってって言って、うん、多分トリコリコプリーズで泣くやつまあおらんやろうなと思うんですけど、でそのままトリコリコプリーズ優勝して、次ロンリーチューニング、もうめっちゃ良かってん、ほんまにもうロン中でも俺泣いてたもんな。いやーもう DJ ない DJ ないって言って、金ちゃんのこれめっちゃ可愛い、いやもうほんまに、いやもうじゃもうでもうめっちゃやばい。はい、うん、落ち着こう、冷静になろう。で、そう。でね、まさかのね、そのアンコールだけかな、その太陽を追いかけろ来た。うん。太陽追いかけろ、もうあれめっちゃ嬉しかった。いや、うわ、久しぶりに聞いた思って。うん、太陽追いかけろ。うん、めっちゃ嬉しかったっす。で、まぁ、ちょっといきなりライブパートが遅れてしまったんですけど、トークパート。うん。トークパートもね、もう大爆笑案件でしたよ。めっちゃくちゃ楽しかった。もうほんまに。なんやろな、だって合わせるやつでさ、ポーズ合わせるやつでさ、鬼っていうテーマでさ、まあ鬼で合わせるって、まあ不都合やんみんな。まあ鬼ってジェスチャーで答えてって言われて、まあ大体の人ってこうすると思うんですよ。でも実際にまあみんなこうしてた。相田さんこうしてたからな。俺多分あれが一番ウケた。椅子から転がり落ちると思ったぐらい、もうめちゃくちゃ笑ってたあれ。はい。でもそんなこともあり、めちゃくちゃ楽しかったです。で、まあ最終的にね、アゼリアが優勝したということでですね、まあ本当に、まあ自分も各公演、まあアゼリア公演、まあ名古屋と、仙台と、まあ広島と、現地行かさせていただきまして、で、まあ今回東京と、うん、まあ一応ね、沼津公演に関しては、公演は見れてないんですけど、一番まあ時に沼津にはいたんですけどね、うん、まあそれは、うん。ステイステイ。はい。まあでももう各地方に行かさせていただいての、やっぱアゼリア優勝やったんで、本当にもう、いやもう応援してきてよかったなぁって、もう嬉しい気持ちでいっぱいでございます。でもな、やっぱり、他、まあね、シャロトモも、まあ、ファミリアムさんも、まあもう全然ね、切磋琢磨しても、もうすごい僅差でね、戦ったと思うんで、もうそこに関してはもう本当にね、もうどこのチームが勝ってもおかしくなかったなと、まあ、僕は思います。はい、本当に。だからまあみんなでね、まあ最終的にみんなですごい楽しめたファミリーじゃなかったんかなって、トータルで見て思いました。はい。いやー、めっちゃ喋った。もう相変わらず喋ったら止まらない勝負。で、はい、こっからね、アクアクラブ2019の解説でございます。いやー、もう本当におめでとう。いやー、もうこれであれやからな、来年までアクア続くことがまず固まったわけですからね。いや、もう最高でしょ。もう最高の情報じゃないですか。うん。いやー、ほんまに。で、その情報もありね、まあ脱出ゲームとかもね。またゼップかな、各地方のゼップで行われるみたいで、いやもうそういう盛り上がりがすげえ、ラブライブサンシャインすげえよ、まだまだ終わんねえよみんな、いやもうほんま追っかけていくしかないっすね。まあ、CD リリースといいますか、まあ、アクアクラブの、楽曲と、あとまた脱出にもね、オリジナルソングがまた出来上がるということで、まあ、そちらの方も楽しみですし、もうなんかもう楽しみが全然切れないの、もうずっと続いていってくれる感じ、もう本当に喜ばしいことでございます。で、まあ僕は、それをね、まあ、陰ながらね、応援と言いますか、まあ、たくさんの皆さんにね、まあ盛り上げていける存在であれば、うん、いいかなって思ってます。もうどんどんみんなで、ほら、楽しもう。うん、みんなでこのコンテンツをね、盛り上げていければ、やっぱりこう、ラブライブっていうのはどんどん続いていくもんだと僕は信じてますんで、うん、だから、うん、みんなで楽しんでいきましょうということで、まあ今回のファンミーティングツアー、皆様、お疲れ様でした。
はい、というわけで、今回の動画はこちらで締めさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。レイギャルンでした。ではでは。